別にムキムキの筋肉にならなくても人々は笑顔にできるんだよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速出発。さあ今回は何、今誰が喋った？はい、キャンディーさん、くるみん、そしてはい、めぐっちゃん、この4人で行きます。びっくりマークどのあたりなんやろ。まだ結構先。あ、ここにクイズマンがおる。どこにでも現れるクイズマン。いっか、頼りにしてるよ。誰、私頑張るわ。はい、ここは上に向かっていこう。いろいろ集めたいね。いろいろとアイテム集めていきたいし、とりあえず今のところ料理が欲しい。すごいな、全部ロボットやん。メカスケルトン、なんかあれじゃない、あのなんか何、スターウォーズとかにできそうじゃない。ごめんね、スターウォーズ全然見たことないんやけど。全くわからんねえけど、なんかそんな感じがした、なんとなく。いけー。もう一匹の方はまだやっつけてないよね。この一匹だけやと、はっ、あっという間に私がスターウォーズみたいとかっていうバカな発言してるうちに。やったね。お金もじゃんじゃん集めたいんよね。お金がなければ何も買えない。よし、頑張れ。なんかこのさ、周りの世界観的にはね、ドラえもんみたいじゃない。そんなことないかな。ドラえもんのあの世界さ、近未来近未来って言われるけど、いつになったらそんな時代が来ますかっていうぐらい、全然ね、そんな景色になる気配がないですけど。なんなん、近現代、近現代。近未来ってさ、あれじゃない、近い未来じゃないの、あれって何年。お、メガライトニング、いいやんいいやん。結構いい技使うやん。こっちの方が強いけどね。楽しそう。え、メガキュア？メガキュア使うほど体力減ってなくない？え、普通に攻撃してよかったんじゃないの？今のは。どうなん？頑張った。頑張った。いいよ。食べ物が全然集まらん。骨ビスケットしか集まってない気がする、今回。お、スキレベルアップ。結構気になる。二人は褒めるを覚えた。二人とも緑系やね。ほら、倒したよ。うん、すごいね。嬉しくて上機嫌になっちゃう。お、お疲れや。しかし続けますよ。ほら、料理やっぱり骨ビスケット一個しか。はい、誰だい？リミちゃん。マジでダメなん？ビスケットって普通に美味しいんじゃないん？まあ、私ビスケットそんなに好きじゃないけど。クッキーの方が好きやけど。はい、ゲームコーナーでルーレット。クジャクの花。これはピッコーちゃんかな？欲しいです。何？クジャクの花って。そういう花があるってこと？なんかそういう、通称みたいな。あー、いけいけ。あー、ダメだった。ペア旅行券 A クラス。まあね、旅行いいけどね。それじゃあこれは、はい、ミラさんとピッコーちゃん、いってらっしゃいまし。楽しんできてね、二人とも。二人は旅行を楽しんだ。よきよき、楽しかったね。ねえ。ほい、それじゃあお小遣いどうかな。トゲトゲマイク、ダメだった、買えない。これも微妙に買えない。あー、買えないよー。あともうちょっとやね、お金。あと一回どっか出発したら買えるかもしれない。
お、はい、プーさん。そして、ミラさん。誰今のは。わからん、クルミン。はい、この4人で行こう。お、次クイズマンじゃない？違った。そっちか、そっちに行くのか。なるほど。まだまだ先やね、びっくりマーク。行くかー。リンの服いけてる。おしゃれな感じよね。なんかエイジみたいないっぱい入ってることない？はい、開けます。上層道刺身、いいね。あのソードは飾りなの？ちょっとよくわからんけど。お刺身食べたーい。お、まだあるん。やった。1950ゴールド。これで絶対なんか買えるわ。やった、ほら、4341ゴールド。今、なんかね、ここ最近ちょっとずっと、お金ギリギリな感じで生きてきとるけんね。あ、でかいの来た。やった、これは何？マミーの翼。お、ミラさんや。いいね、いいね。ピンクか紫かわいい。ピンクがいいかな。これ、なんかかわいい。いいね、いいね。3つ連続で宝箱やって嬉しい。小悪魔の服、翼を12種類集めよう、達成。お、ハプニング、誰今度は。あは、メグちゃん。あれ、体調崩してしまったか。ゆっくりと休んでくださいまし。お、そして、さっちゃんとゆかさんが。では引き続いて、アイランのモノマネしまーす。ドキドキ。お、マジで？おはよう世界。なんでそんな顔なの？あはは、似てる。似てるの？わからないよ。ともこれと違って声もないから。好き。まあ、楽しそうでいいけどね。はい、それじゃあ料理。上層道刺身は誰が食べるの？私が食べたかった。お、ミラさんや。なんで？お刺身とか絶対美味しいやん。お刺身でまずいものそうそうなくない？はい、ゲームコーナーでルーレット。リッチな扇。メグちゃんにリッチな扇を。そしたらきっと元気になるはず。おう、これはペア旅行券になりそうな予感だぞ。ですよね。ですよね。はい、ペア旅行券 B クラスゲット。さあ、じゃあ今回これは、はい、くるみんとめぐちゃん。あれ、めぐちゃん風邪ひいてなかったっけ？え、風邪ひいてなかったっけ？風邪ひいても行くのね、バカンスには。なるほど、いいと思うよ。二人は旅行を楽しんだ。ほら、精神的な部分から元気になるって大事やけんね。病は気からっていうし。はい、そして、さあ今回お金いっぱいあるけど、どう？皆さん、デーモンの槍。よし、これを買ってきてね、ちゃんと。ふう、よかった。いいね、いいね、似合う。その槍かわいい。なんかよき。これで攻撃、まあ攻撃割りやけど、魔力が一応100超えた。はい、それじゃあ今回のメンバーは、まあ、めぐちゃんがいけないから、さあ誰だい。はい、またしてもくるみん。そしてプーさん。はい、キャンディーさん行こう。プーさんとキャンディーさんがつながっていない。刻んでいくね。あれ、クイズマンはどこから行くの？どこかしら道が分かれるところがあったりとかなんかな。こっちの道進んで行きよったらたどり着けんとか、そういう感じ。リザードマン、リザードマン、正直なんか体めっちゃ細くて頭でかいよね。ごめんなさい、悪口言うのはやめます。あー、やばいやばいやばい。お、キュアウォール、素晴らしい。受けたぐらいのダメージきっちり回復してった。ありがとう、キャンディーさん。腹焼き。そして次は私がプーさんを。
乱射。あー、クルミンに当たったよ。つら。おお、いいね、いいね。まあ、さっき、ちょっと攻撃された分、怒りに変えて、相手に。はぁ、緊張した。お、トゥーさん、レベルアップ。お金も結構いい感じやね。一回一回入ってくる量が。まあ、今のところまだ何も買えんのやろうけど。さあ、行け。あれじゃない MP の方回復せんかったらさ、ちょっと少なくなってきたんじゃない、特にくるみん。受けない、かわいそう。なんか、あー、誰にも受けてないよ。超絶滑ってるよ、メカスケルトン。つらいね、体を張ったギャグだったのに。お、いけ、強い、強いぞ。いいね、いい感じ。ポジティブにいこう。勝った。いいねっていうのは何が、鼻歌が。ご機嫌でいいねってこと。お、そうそうそう、 MP 回復大事よ。あ、満タンまで回復するんか、いい感じやね。お、お互いに助け合う。さすが。そして一匹一匹確実に仕留めていくと。大丈夫？全然大丈夫よ、心配しなくっても。あ、結構な体力が奪われる。いやー、いつもグルミに当たるんやけど、つら。ありがとう、いい感じ。メガキュア、はい、から焼き。お、ありがとう、クルミン。良きだね。まだまだいけるよ。あとちょっとでまたレベルが上がりそうな感じする。一緒に歌いましょう。いいね、みんなで一緒に気分転換を兼ねて。はあ、疲れた。こんなに怪物がいたなんて情けないな。まあ私にしてみればこんなの余裕だったけど。動きが一番必死だったくせに。そうなんや。言わんといてあげて、隠してるんだから、そういうの。でもほんとモンスターどこまでおるんやろうね。何人助けたらいいの。お、メグちゃん治り早かったね、今回。やった。お、そして二組好きレベルアップ。ちょっと気になる。二人はアピールを覚えた。いいところを見せたくて、いつもより頑張る。敵へのダメージアップ。まだレベル2なんやね。好きなのかな？二人は手助けを覚えた。相手の行動を手伝って、いろいろ効果をアップさせる。お、そして早速なんか仲良く筋トレを。ムキムキの筋肉が人々を笑顔にできるトレーニングだ。別にムキムキの筋肉にならなくても人々は笑顔にできるんだよ。すごいシンクロ率。確かにこのスピードでシンクロできるってすごいな。絶対無理なんやけど。お、好きレベルアップ。またしてもちょっと気になる。二人はアドバイスを覚えた。相手が狙われた時に声をかける。うまくいくと攻撃をかわせる。はい、そして、あ、料理今回2つあるんやね。なんやっけ。あー、ゴブリンハムと骨ビスケット。あー、キャンディーさんはダメだったっぽい。クルミンご機嫌やけど。はい、そしてゲームコーナーでルーレット。カラフルドレス、これ今回いけるやつやね。カラフルドレス、これはメグちゃんのやつってことかな。さあ来い。あー、もう確実に来るね。やった。もうしばらくちょっと黄色いマスに止まってなかったけん。やったー、景品カラフルドレスゲット。
さあこれはめぐちゃんに。はいどうぞ。何色がいいかな。やっぱ元の色が一番綺麗やな、これは。いい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 。はい、そしてみんなにお小遣い足りるかしら。バラのステッキ足りんか。これよね、今一緒におる子が誰ちゃんか忘れたけど、一緒におる子が持っとるやつ。石像の翼、クジャクの花、ハートのアーマー。あ、間違えた。光の衣、浴衣のコーデ、ちゃんちゃんこの猫。じゃとりあえずキャンディーさん、光の衣、光の衣を買ってきた。よし、いいぞいいぞ。さあ色的には、あーピンクめっちゃ可愛いけど緑も可愛いどうしましょう。紫も可愛いなー。いやなんかいろいろ可愛いんだけど、水色でいこう。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。今回あとちょっとでびっくりマークのところまでたどり着けそうな感じだったね。